どうしたのこれ。一緒にアモングアスやってる人からもらった画像。クルーが犬神消してる画像、いきなり見せられても視聴者困惑するだけだぞ。自分が遭遇したわけではないので、そろそろ次行ってもいいですか？ほぼ釣り動画じゃねえか。よし、一回インポスターも追放して、残りは一人。もうタスクも終わったし、あとはみんなについていけば大丈夫でしょう。と、ここでサボタージュ。タスクも終わってるし積極的。まだ1キルもしてないのにこんなにタスクが進んでしまった。このままじゃタスク完遂で負けるという、投稿者的に美味しくない負け方をしてしまう。そういう問題じゃないやろ。ここでメルトダウン。もうキルするならここしかない。幸いメルトダウンの対処もあるし、こっちに来るのに時間かかる可能性もあるからな。さあ、茶色さん。あの時言った通り、あなたの命頂戴します。よし、あとはメルトダウン組と合流して死体を一緒に見つ、あ、それはまずい。リアクター側に白さん以外いたので、とりあえず一人は白さん確定だね。何か反論したいことはあるかい？実は自分も、リアクター異端で違います。こんな真っ白な体してるので、信じてくだ。長すぎる茶番で多分みんな帰ってると思いますが、本編の方、やっていきます。今回はインポスター。相方は赤色さんですね。アモングアスの細かいルールなどは、他の動画で解説してると思うから、そっちを参考にしてください。初手は定石通り左側に。このマップ、ボーラスでは初手停電がかなり強いので、私はいつもこっちにいるんですよね。今回はインポスターだから関係ないけど、初回の停電キルを防ぐためにも早めに解除しないとな。近くではオレンジさん、ピンクさん、水色さんがうろうろしてますね。いつも初手に停電起きてましたから、多分警戒してるんでしょう。あ、そういえば前回の動画で言い忘れてたんですが、このチャンネルの登録者が1000人を突破しました。本当にありがとうございます。これからも不定期に動画を投稿していこうと思うので、ぜひ見てもらえると嬉しいです。しばらくうろうろしていただけで、特に何もなかったのでカットしました。お、どうやら青色さんの死体が見つかったみたいですね。ラボラトリーの付近で、青色さんが死んでました。全然姿を見なかったんで、だいぶ前に殺された可能性もありそうですね。私と白、水色さんあたりはずっと左にいたんで多分違うと思います。それと途中白さんと O2 に二人きりになったのに殺されなかったので、自分目線だと白っぽいですかね。自分目線だと開幕右側に行った茶色、黒、赤さんあたりが怪しいんですよね。誰か最後に目撃した人はいますか？本当に最初の方でしか会わなかったな。タスクした後、すぐスペシメンルームの方行ったから会ってないね。多分これ以上話しても結論出ないし、スキップでもいいんじゃない？ですね。タスクも結構残ってるんで、適宜終わらせていきましょう。多分この投票は慣れ合いですかね。茶番でも言ってましたが、ここで投票が入った人は次殺されてることが多いんで、自分のサバでは、よく殺害予告なんて言ってたりします。さて、オレンジさんはどうなるのやら。まだ停電は続くので、とりあえず直しに行きましょう。インポスターは停電中でも明るく見えるんで、全然怖くないですね。今回は黄色の字幕を使用しないから、私もどんどん喋っていけるぜ。停電を直しに行ったのは、インポスター仲間の赤さんと私だけ。次の会議では二人で直しましたって証言して、信用を得ていきたいですね。いや、マジで誰も来ないの？多分二人が直しに向かったのを見て、他のタスクでもしてるんじゃないですかね。自分も O2 とかメルトダウン人に任せがちだし、気持ちはわかるけど。お、自分に白出ししてくれたオレンジさんがいた。しばらくは彼と一緒に行動していきましょうかね。水色さんがいなければ殺してたかもしれないけど、ここで殺したら真っ先に怪しまれるからな。インポスターというのは我慢、忍耐が大切なんですよ。殺すの我慢しすぎて、お前がインポスターの時大体タスク負けしてる話していいか？もう全て言っちゃってるじゃねえか。正直インポスター下手すぎて、全然動画にできるレベルの試合取れないんだよな。そりゃあ私、嘘をつけない善良な人間ですもの。は？だったらお前、収益の目標を上げたことし、何本動画上げたよ。2月24日現在で6本だね。思ったよりは投稿してるけど10日に1本ペースだぞ。正直な話、動画投稿が遅れてるのには訳があって、どうしても理想を高くしてしまって、多くの没動画を作ってしまってるのよね。動画スタイルも瞑想に瞑想を重ね、特攻と特防が2段階上昇してしまってます。それはポケモンの瞑想。いろいろ動画内で試したいこともあるので、温かい目で見守っていただけると助かります。さて、試合に話を戻すと、オレンジさんと一緒に行動してます。そろそろ一人ぐらいは殺したいところですが、なかなか機会がありませんね。停電のどさくさで黒さん殺そうと思ったら逃げられてしまった。赤さんがどれだけ殺してるかにもよるけど、そろそろ殺さないとまずいんじゃ。とりあえず自分はオレンジさんと一緒に行動し続けて、白位置に居続けますかね。とりあえず近くにはぐれてる人がいたら殺したいんですが。あ、赤さん。そっちにはオレンジさんが。
レンジさん、白出ししてくれてありがとうね。多分オレンジさん、殺されると思ってなかっただろうしな。誰かと出会って証言を作りたいけど、なかなか出会いませんね。とにかく死体から離れて行動していきますか。これで少なくとも二人以上死んでるわけだし、何事もなければダブルキルで勝ちだよな。ここまで会えないとなると、もしかして左側に固まってるのかな？もし全員固まって動いていたら結構まずいんだけど。と、ここで死体発見。オレンジさんの死体が見つかったね。ここの会議を乗り切ればダブルキルで勝ちだが果たして。オレンジさんが予告通りに殺されてしまった。ダブルキルにしろ殺害予告にしろ、何かジンクスでもあるんじゃないの？あ、とりあえず報告です。オフィスとストレージの間らへんに、オレンジさんの死体がありました。誰か最後にオレンジさんを見た人はいますか？本当は最後まで一緒にいたけど、そのことを言っちゃったら怪しまれるな。停電が起きるまでは私と一緒に行動してましたね。ラボラトリーの付近で一緒にいたのを、黒さんも見てると思います。最後まで一緒にいて、それ以外目撃情報がないってことは、白さんがインポスターなんじゃないですか？いや、そもそも自分が黒だったらもっと早く殺してると思うんですよ。停電を赤さんと直した後は、ずっとオレンジさんと二人で行動してましたからね。確かに、コミュニケーションで二人になってるのを見ましたね。とりあえず、最後にどこら辺にいたか聞いてもいいですか？自分は、O2 の付近でタスクしてたよ。エレクトリカルの方にはヒロさんがいたね。自分はオフィスの付近にいましたね。心電図でオレンジさんが死んでるのを見て、ボタンを押そうと思ったところで報告がありました。自分は、ピンクさんと一緒にスペシメンルームにいたね。そういえば、タスク一つ残ってますが、残ってる人って誰ですか？あ、自分まだラボラトリーの方に一つタスク残ってます。スキャンする役なんでできるだけここで一人釣りたいですが。いや、もう残り時間やばいですよ。とりあえず誰かに登場しないと。最初にいろいろ話しすぎたのもあって、話し合い時間が足らなかったみたいですね。インポスターの一票でクルーが釣られてしまうこともあるから、最低でもスキップは押すようにな。はい、ここまで来たらあとはキルクールタイムの25秒を稼ぐだけ。サボタージュで扉を閉鎖して、さらに邪魔をしていきましょう。緊急ボタンを押される様子はないので、停電は必要ないですね。扉の妨害もあってキルクールタイムは十分。あとはダブルキルを成功させるだけ。ということで無事勝利です。正直赤さんがキルをしてくれていたおかげですが、なんとか勝利することができました。それでは、エンディングトークに移ります。皆さんこんにちは。今回のエンディングトークを担当する、ゆっくり霊夢です。3週間ぶりのアモングアス動画、いかがでしたでしょうか？エンディングトークでは、毎回ちょっとした雑談なんかをしています。動画だけじゃ時間が足りないから、尺を稼いでるだ。そういえば最近、よくテレビなんかで芸人さんのネタを見るようになりました。人を楽しませることを仕事としているだけあって、ゆっくり実況の台本においても非常に勉強になりますね。ということで今回の動画はここまでになります。ここまでのご視聴、ありがとうございました。もしよければ高評価、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。